の旧チンクエチェント、かわいいね、フィアット。あのね、タモさんと合流しました。これからね、最近ちょっとね、近づくと電源が切れたりとかしてたレインボーブリッジ目指していきます。僕が先導なんでね、ちょっと緊張しますよ。道間違えられないっていうね。ま、安全運転で行きましょう。レインボーブリッジ来たかな。今回は取れそうだな。
左でいいっすよね。よし、じゃあ東京タワーを横目に。なんか違いますねどういうことなんですかねこれね何か意味があるのかな そうですね、ピンク青緑、ピンク青緑ってなんだろう。全然わかんないな そんな感じあら混んでんな、どうしよう、抜けちゃいます、右で、いいか、どっちでもいいっすか、なんかゆっくり行きますか。はい、あ、そうなんですか、あ、そっかそっか、あたまたまライダー、よし、オッケー。いや、電池がね、すぐ切れるんだよね。よいしょ、モバイルバッテリーと充電器も入れとけばある程度持つのかな。ちょっとそれぐらいやってみようかな。いやでも今日本当ね、ちょこっとした時間を利用してお誘いいただいて、マイミクさんからあの箱崎からね、またレインボーブリッジ回って東京タワーの回り回って帰ってきたわけなんですけども、いや、いいですね本当に、なんか、純粋にこうバイク仲間として知り合ってるので、まあでもね、他にもいろいろ話できて、同じようなこうね、趣味のジャンルもやっぱ同じような感じで、とても楽しい時間が過ごせましたね。ありがとうございました。なんかね、本当にバーチャルとね、こうやってバーチャルでつながってたのがね、本当のこう出会いとかになって、バイクっていうね、文化って言ったらちょっと大げさですけど、なんか通じてね、いろいろとこうつながっていくっていうのはなかなかすごいことだと思いましたね、本当に。なんか懲りずに誘っていただけるのってありがたいですね。で、さあ、ちょっとね、ひとっ走りしたんで、ひとっ走りしたらひと仕事。事務所に一回戻ってから、帰宅しましょうかね。そうそう、結構ね、そうこうやってバイク好きの方とかとねお話できて、で実際バイク見ながらね、カスタムしてるポイントなんかもお話できてですね、安くてもね、
いいものはいいよみたいなところを聞けたんでね、特にねちょっとバックステップがね非常に気になっているんですけど、あのベビーフェイスっていうね、あの有名なバックステップメーカーありますけど、かっこいいですけどね、なんせ高いんですよ。ステップが5万ですよ、5万。ちょっとおいそれとね手が出せる代物じゃないと思ってたんですけど、結構ねあのアマゾンとかで探すとね1万円ぐらいで結構 それっぽいのが売ってるんですよ。で結構なんか、バカにできないみたいな話もおっしゃってたんで、いやそういうのからねちょっと始めて、良ければもうそれ使えばいいわけだし、あの全てちょっとブランドで固めるっていうのもなかなか大変なんで、いいかもしれないですね、そういうパーツも。なんかねこのアクションカメラのね AS300、 ソニーの AS300 ですけど、あの多分中華製なんですけどね、あの追加でバッテリーを2つついてて充電器もついてて1600円みたいな電池があって、それ使ってんですけど、今んとこねなぜか中華製の方が持ちがいいんですよ。そういうもんですかね。あのソニーのね、付属で最初からついてたやつ、フル充電で多分1時間ぐらいで切れちゃうんだけど、フル充電でなんかね気づいたらすぐ切れちゃう感じなんですけどね、こっちの中華製のやつはねなんかこっちが悪くない、そんなに悪くない。あなんか明日からまた雨らしいんで、今日走っておいてよかったっすね。あったかいし本当に今日は。また寒くなるんですかね、冬がまた一歩近づいてきましたね。はい、またちょっと走りに夢中になってて締めの言葉を忘れちゃってたんで、あのアフレコします。こんな感じでね、マイミクさんとか本当にね懲りずにお誘いとかいただいて本当嬉しい限りです。なんかこうバイク専門のね趣味持って、共通の趣味持ってお会いするとね話も終始バイクの話とかになるんですけど、今までねそういう仲間もいなかったので、とてもね楽しい時間が過ごせました。ぜひねまたこういう機会があれば積極的にね参加して行きたいと思っておりますので、またそういう際にはですね動画でご紹介できればと思っております。はい、それではねまた動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それでは。シドキー着きました。